こんにちは、ハングルノートの加藤です。さあ皆さん本当にごめんなさい、すいませんでした。あのですね、なんと12月11日に発表されまして、今まで韓国旅行でね免除されていた KETA という電子渡航許可証ですね、こちらがですね2025年も免除が決定しました。嬉しいニュースなんですけど、僕がね最近ショート動画とかあとライブ配信とかでねご紹介してたんですけど、まあ、まだどうなるかわからないけど不安な方は KETA 申請した方がいいですよってご紹介してたんですよ。はい、ちょっとね僕の情報で申請してしまった方大変申し訳ございませんまさかねこんなに早くKETA のね情報が更新されるとは思わなかったです。まあでもね本当これずっと待ってたんですよね、そういう情報がねいつか出るかもしれないってずっと思ってたんで、韓国のことなんでね急に発表するんですよ、急に。もうちょっと期間置いてほしいですよね。3ヶ月前とかさ言ってくれたらもう準備がすごいできるのに、もうあと何日、あと3週間ぐらいだよ、そんな急に決めるっていうね、もっと事前に発表してよって思うんですけど、まあはい、これが韓国です。はいで、まあ今回ね僕の情報とかで KETA ね申請してしまった方もね大丈夫です。申請した方が便利な部分もあったりするんですよ、なのでそのメリットを使っていきましょう。というのが KETA を申請した方と KETA を申請してない方で韓国の入国方法が変わります。 KETA を申請してない方はですね、まず入国の際に入国カードを書く必要があります。韓国の入国カードはねこういった感じのものなんですけど、名前とかあと国、渡韓目的、あと滞在先のホテルとか住所、あと電話番号もね記入できるようになってるんですけど、こちらを飛行機の中とか入国する前までに書かないといけないんですよ。でその入国カードを書いて審査を受けて入国ができるようになります。で KETA を申請した方はですね、入国カードを書く必要なくそのまま入国可能です。大変便利じゃないですか。ただ何度も韓国旅行に行く方、この KETA っていうのはですね、今回申請した方は3年間韓国にも行けるようになってるんですよ。なのでその3年間の間に何度も韓国に行くよっていう方はですね、その行くたびに KETA の情報を修正する必要があります。その修正する情報っていうのは入国カードとほぼ一緒で、滞在先ですね、滞在先の住所とか電話番号をね変更する必要があります。まあこれはねホテルとか予約するときに一緒に KETA もね修正するといいと思います。ホテルを予約したときにホテルの住所とか調べるじゃないですか、そういったときにね KETA も修正しておきましょう。そうすれば飛行機に乗る際とか入国前に何も書く必要なく、そのまま審査を受けて韓国に入国することができるようになります。 KETA はそういったメリットがあります。ただねその KETA には申請料というのがかかって、マノンですね、マノンプラス手数料がちょっとかかるんですけど、そのマノンがねちょっとまあもったいないというか、あいう感じにはちょっとなっちゃいますかね。2025年はまあ1年間ね免除されただけなので、2026年とか2027年はどうなるかまだ分かりませんし、まあでもこんなに免除するんだったらこの KETA って何なんだっていう話もちょっとなってきそうな感じはしますけど、まあね、よく分かってないです僕もまあなのでこれから2025年に韓国旅行行こうと思っている方は KETA というのは申請する必要はありません。入国カードを書いて入国すれば大丈夫です。まあ、ただ KETA を申請してしまった方や、先ほどの僕の話を聞いて KETA 便利だなと思って申請したいなと思った方はですね、入国前に事前に情報をね修正するだけで韓国に入国することができるので、そういうの便利だなと思ったらそういった形で入国する方法もいいと思います。まあ僕はそうですね、どっちでもいいな申請するかしないかって言ったら、まあ入国カードいちいちね飛行機の中とか書くの面倒だったりもするけど、まあ多分今のところは申請せずに行くかな。まあ、ただね今後ねまたちょっとわからない情報がまだあって、プレクリアランスという事前入国審査ですね、これがその9月の時点でねニュースに出てたんですよ。日本と韓国が話し合っててもっと便利に入国できるようにしようという形を話し合っておりまして、それがどうなるか今全くわかりません。どうなるんですかね。なんかこのプレクリアランスっていうのを検索すると政府の資料が出てきて、今年の2月になんか試験的に台湾と日本で入国する際にこのプレクリアランス制度っていうのをねなんかやったみたいなんですよ。
で来年の1月からだから2025年の1月かなから本格運用開始予定っていうの資料が、はい、出てきました。でこれ見ると海外の方が日本に入国すると指紋認証とかパスポートとかを提出して審査場を通る必要があるんですけど、このプレクリアランスが始まるともう事前にですね共同キオスクなんすかねこれ、はい、なんか新しいシステムを入れるんですかね、そこで、QR コードを提示とあと指紋認証もやるのかな、あとパスポート、はい、その手続きを事前にして、そして審査場ではもうパスポートをちょっと提示するだけでいいみたいな形になるなんですかね。やっぱりちょっと詳しく分かってないわまあこういったねプレクリアランスというのが日本と台湾で始まるのかなっていう情報もあるので、こういった流れで日本と韓国もプレクリアランスっていうのが導入されるかもしれません。まだ分かりません。だからどうなるか、まあでも結局お互いに便利になってねいろいろ手続きとか簡単になっていくんですけど、まあ免除になった KTA っていうのはそんなに変わらないと思いますので、今回僕が紹介した情報でね、はい、皆さんご判断いただければと思います。そして、この情報の前に、はい、皆さんちょっと見てね申請しちゃったじゃないかって僕にちょっと意見を言いたい方ぜひコメント書いてください。謝罪いたします。ありがとうございます。すいませんまあこういった形でね KTA が免除になって嬉しいニュースなので、とても皆さんこれからね来年の2025年も韓国旅行行こうと思っている方、思う存分韓国旅行一緒に楽しみましょう。僕ももう来年1月行く予定立てております。はい、という形で今回は KTA のね2025年も免除になったよというご報告動画と謝罪動画でした。皆様今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こういった形でね韓国旅行に行こうと思っている方に役立つ情報をねどんどん発信してまいりたいと思っておりますので、よかったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてハングルノートは YouTube 以外にもブログや SNS そして韓国語1年生という本も出版させていただきました。韓国旅行情報も書いてありますので気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またね。